はい、トモマス飲料の代表の友田と申します。私の社会人になる時のエピソードをちょっとお話しますね。私はですね、理系のね大学に行ってました。で、男性が多い学科でしたけど、ほとんどもう私を除いて全員大学院に行く、そういう学科でした。で、私はその中で一人ね、大学院に行くのをやめて、その学科始まって以来商社に入りました。で、その時、大学の先生からはうちの講座始まって以来だなということを言われました。で、今度社会人になって、今度うちの家業にね戻る時、当時私、IT バブルの、ね、華やかだった会社にいて、でそこで、上場を目指している会社にね、いろんなその投資の話、案件を聞いて、まあ、いわゆる上場を目指す会社の方々とお付き合いをしてました。そんな中でもう成熟産業でね、社用産業の飲料会社の吹けば飛ぶような会社に戻るって言った時には、お前はバカかと、今からねこう伸びる業界を捨てて、そういうところに戻るっていうのは、ちょっと考えろということも言われました。ただ、大学院に行かなかった時もそうですし、会社に戻った時もそうなんですけど、みんなが行かない、みんながやりたがらないことであっても、私はね、自分で戻る決断をしたんです。で、これはやっぱり自分のこの本心に従ってね、こういうことをやりたいなという思いがあったから、100人いて99人がやらない、たった1人しかやらないことだったと思うんですけど、私はそういう意思でね、自分で会社に戻る決断をして今、会社を経営してます。だからまあ若いみんなに言えることではないんですけど、結果ね、何かというと自分で、最終決定してほしいですね。自分の本心に従って、周囲や、周りの方はね、やっぱり親心からだったり心配からだったりでね、いろんな助言アドバイスしてくれますけど、ただ最後に決めるのは、自分であってほしいなと思います。結果何かというと、自分で決めたことであれば、その途中でいろんな困難やいろんな、ね、困難辛苦が訪れても自分で乗り切れることができると思います。逆に自分で決めないとそれはできないですね。だから結果自分の人生は、自分で真剣に考えて、決めると、決めた以上は自分で、覚悟を決めて、進むと、この思いがあればね、きっとみんないい人生を歩めるんじゃないかなと思います。私からのメッセージは以上です。